人物金をテキサスでシーシライブのルークです。今回は新型コロナウイルスワクチン接種義務の是非についての話です。えー、まあ以前の動画でもお伝えしたように共和党が強い州、まあもちろんテキサス州とかですね、フロリダ州、あとまあジョージア州とかアラバマ州、まあそういった州において企業や 公的機関がまあ顧客に対してですねワクチン接種の証明書まあ提示書と求めることがダメだと禁止するという法律を制定しています。まああのこの法律のために例えばあのクルーズ船を運営している会社ですねそこはですねあのまあ先日クルーズ船をまあいろいろ再開するにあたってワクチン接種をまあ義務付けるようなことをしようとしているんですけども。 例えばこのクルーズ船がテキサス州であるとか、まあ、フロリダ州を出発する場合にです、ね、このワクチンの接種を求めることがまあ違法なんで、まあ、どうしたものかということになると思います。まあ、あのその共和党のです、ねえー、まあ中心となるテキサス州で、えー、まあなんとなんとなんですけども従業員へのワクチン接種義務付けが合法であるという判断が出されてしまいました。 テキサス州の連邦裁判所南部地区の裁判官はこのほどテキサス州の病院が、えー、病院がですねあのそこで働く看護師だとか医者などにワクチン接種を義務付けたんですよねそれに対してこのワクチン接種が個人の身体的自由に違反するとして従業員グループによる訴訟があったんですけども。 これをし、えー、しました、えーまあ、こうしてですね、あのーまあ、判決がこの民間企業が公衆衛生を維持する目的でワクチン接種を従業員や顧客に義務付けることを公式に認めるという最初のケースとなったんですね。えーまあ、同じよううな、えーまあ、義務付けるっていう まあこういったケースがまあ他の州でも州の病院とかで,ですねこう相次いで、えー、起こされています。まああの例えば、えー、航空会社ですねあるいは小売業界、えー、まああるいは金融機関まあそういった中でまあ積極接客,接客,お,客お客さんと接触、えー、接客するですね業務に関わるまあ一部の従業員に対してワクチンを義務付けるという企業が今増えてます。 まあ、今回のテキサス州の判決を受けてこれらの動きが加速する可能性があるんですよね。あのまあ、アメリカの連邦政府管理の雇用機会均等委員会、まあ、EOC ですけどもここはですね5月末に従業員がオフィスの勤務に復帰するにあたってワクチン接種を義務付けられるっていうことのですね 認識を示したんですもともと連邦政府はこのワクチン接種にすごく積極的に推進しているんですけども企業はですねこぞってその義務付けに慎重だったというのはアメリカではですね安全とあと自由というこのせめぎ合いがあって例えば民主党が強い州だといろんなこれはどこだったかな アワーワールドインデータによるんですけども例えばですね民主党が強い州に大体60%の人がワクチンを受けているんですけども共和党が強い州の人たちは30%前後にとどまってんですよね。そういった感じで共和党が強いところはワクチンの接種をしない人が多いという中で今回のテキサス州のこの判決というのは どういかなるものかということができます。まああのワクチン接種に関してはこういった政治的な問題が絡んでいます。えー、まあですね。まあ企業によっては例えば民主党がの支持者が多い州と共和党の支持者が多い州によってこの対応をねまあ変えられなくちゃいけないというような事態になっています。まあその中でまあ共和党の代表格であるまあテキサス州が 従業員のワクチン接種義務が合法であるという判決を下したということは、ちょっと私もびっくりしたんですけれども、そういうことが起こったということをお伝えしました。以上、テキサスのルルークでししした。チャンネル登録よろしくお願いします。